並んでます並んでます。京美ラーメン屋さんは行列が基本です。ここがその話題のラーメン屋さん、品そば屋さんです。店の方はかなり新しめで小綺麗と美味しい。でもおじさんがちょっと怖い。おじさんがちょっと怖い。怖い。あ、入れる。はい、どうぞ。待つこと15分、やっと中です。こんにちは。話しかけると、こんにちは。すみません。仕事中喋りかけないでください。そして子供が騒ぐと、子供うるさい、子供。僕は静かにしてくださいね。子供を睨むご主人の目。え？喋ると怒られるんだぞ。だからこうなる。ラーメン屋さんというよりはですね、なんか入学試験の入試の会場でテストする代わりに、エビつかりかりする音の代わりにラーメンをズルズルする音がしていきたい。すごい緊張感です。この緊張感の中でラーメンを食べるんでしょうか。ラーメンでできる、まじくないときは臨時休業させていただきます。つまり今日はまずいって思ったら閉めちゃうわけですね。ご主人は客に厳しいだけではなく自分にも厳しいのです。醤油ラーメン一つお願いします。はい。注文をするときだけはやむを得ず声を出してもいいことになったらしい。阿部千代、話を聞け、早く聞け。麺は何分ぐらい入れるんですか？教えてくださいません。もうちょっと気が散るからね。はい、すいません。異様な緊張感の中で作られるラーメンは一見シンプルそのもの。奥様ですか？はい。ご主人いつもまだなんですか？お忙しいです。奥様は僕がやりたいですが、でもやっぱり基本姿勢は同じなので。こんな思いまでして食べるラーメン、味は？上は油が浮いてるんですけど、下の方はさっぱりしたお醤油味のスープです。これがうまく混ざってるんですね。スープに秘密がありそうです。そんなに音を立ててすすって怒られないんでしょうか。このご主人、皆様のご想像通りすごい凝り性なんです。豚と鶏肉を別々に煮込んだ出汁を取り、それをブレンドしてスープに仕上げます。しかもメニューによってそのスープの作り方が違う。想像を絶する手間がかかっています。おはようございます。麺も特注、しかもその日に打ったものしか使わないため、麺工場ではこの店のためにだけ毎日午前3時に起きて麺を打ちます。さらにメニューによって太さ、材料を変える凝りよう。午後の休憩時間には必ずラーメンを食べて味をチェック。にいらなければこのまま店を閉めてしまいます。朝雨降ったでしょ、うん、やっぱりちょっとやらかい。まだ腰があるからね、まだ食べられるけど、これで腰がなければ、うん、これで今日営業しないでしょ。よっぽど湿度が高くなったけどね、まだ寒いのにね、クーラー入れちゃう。お客さん寒い寒いって言ってるけどね、麺のが大事だからね。出ちゃいます。もう頭の中全部ラーメンって言ってもいいぐらい。本当に。あー、汗だく。なんかさっぱりしてるからスープを全部飲んでしまいました。ご主人美味しかったです。ごちそうさまでした。はい。なんかちょっとちょっと肉したと思いませんね。よし、また来よう。ごちそうさまでした。ありがとうございます。どうも。その本店のこだわりはどれほどのものなのか、我がスタッフはお気軽に店を構える現地へ事前リサーチ。しかしそこで待っていたのは大行列。
30分後、ようやく入店。あ、春波がありますね、大きい字で。店内は静かに、びっくりマーク、店主。なんとここは店内死後厳禁。巡り合ったこちらのご主人は超頑固やじで有名なものすごーく怖いお方だった。何はともあれ注文。お願いします。しかし10分後、待望のワンタン麺登場。我がスタッフ、あまりのうまさに全国各地の厳選素材をリサーチする使命を忘れ食いに走る、とその時。ご主人、このスープうまいっすね。うるさいんだよ。手数が手暮らしてるから。手数が手暮らしてるから。伸びるから早く食べないと。何やってんの。